シミケンハブ復活連続アップ祭り。しゃーで僕の方のチャンネルなんだけど、何するんですか。ダメですよ、過激なことは。インスタグラムのねフォロワーを増やしたいと思って、インスタ映えする写真撮れませんかっていうことで。おお、いいですね。原宿。じゃあ私が撮影したらいいってことですか。あ、お願いしていい。あ、いいですよ。で今日ね、はい、スチールマンも呼んでるんで、はい、もしよかったら、はい、じゃあちょっとクリーンにねイメージをねやっていきましょうね。お願いしますということで僕ね、はい、インスタグラムのことよくわかんないんだけど、映えと言ったらワンちゃんかなと思って。あー、なんか普通ワンちゃんか美味しいものか、はい、かなと思ったの で、はい、あそこのドッグカフェ用意しました。はい、おー、いいですね。はい、じゃあ私写真撮りましょうか。そうだね、映える写真、はい、撮っていただこうかな。はい、僕がこう来るかな、ワンちゃん。ダメだ、映えない。あ、いいですね。この子だけ残ってる。あ、いっぱい撮ってる。吉田さん。僕のインスタですよ。なんでレナちゃんワンショット入ってるんですか。これ映えてるんですか。次の映えスポット行きましょうか。次の映えスポット行きましょう。俺はどれかな。あ、ボッキークレープってのある、聞いてみる。ボッキーにいいクレープ。ああ、そういうこと。いろいろとじゃあ隣にオプションして頼んでみようかな。いいですね。はいはい、じゃあよし頼もう。カスタムですか。カスタムしましょう。ブロッコリーってありますか。ないですか。アボカドはあります。ないですか。クルミはないですか。青魚あるか。本来はお出ししてないということで、甘いクレープにしょっぱいツナを入れるのは本来お出ししてないので特別な、うん、確かに。ありがとうございます。アーモンドとシナモンと、シナモンはね、うん、血管を元気にさせる、耐痛受容体でしょ。で、不飽和脂肪酸とツナ、まあ、ツナはフィッシュオイルってことで入れました。これです。すごい。ボッキークレープ。ブルーベリー、ツナ、シナモン。あ、ブルーベリーもね、はい、ブルーベリー、あの2型糖尿病に効くと言われている。さあ食べましょうか。はい、いただいてください。ちょっとじゃあ私、いや大丈夫です。で私あの映え撮りますね。はい、あ、いい、あ、いいですよ、めっちゃ。あ、すごいいい。はい、じゃあいただいてください。これは甘いだけだとちょっと最後までしんどいなと思うけど、その甘さの中にツナの塩味でうまい。映え撮れました、撮れました。ねえ、これ映え？背景でなんとか。神々しい。おー、すごいすごい。ほんと。え？デジタル写真集出せますよ、これ。ねえ、ほとんどブレてんじゃん。だけど動き激しいから。変な顔するんだもん。いや、これ僕の普通のデフォルトの顔なんですよ。これですか？デフォルトの顔、変な顔って言われても、インスタグラム浮かねえのかな。いいですね。うわぁ、よっ。やってんだ。